せーの、アミューズボイスアクターズチャンネル。みなさんこんにちは、前田香織です。やっほー、船戸ゆりえです。富田美優です。はい、鳥風花です。はい、ということで今日はね、この4人で、ある企画をやっていくんですけども、はい、まあみんな声優じゃないですか。おー、ね、声優たるもの、瞬発力とか、うん、あと初見読みの力って結構大事じゃないですか。確かにね、そうナレーションとかね、大事。そうそう、急にね、こう台本が変更になってる、うんうん、でもそこでつっからずにこう読まなくちゃいけないと、うん、はい、今日はですね、そんな自力を上げる企画に挑戦していきたいと思います。今日はですね、アメモチャンネルボドゲブニュースの時間です。やっていきます。わー、はい、そう、これやったことあるんちゃう？ない。私もないんだけどね。みんな初見。みんな初見。ふうふう。そう、なんかね、笑ってはいけないニュース番組パーティーゲームで、うん、へー、そう、まあ、ちょっとね、ルール説明すると、一人がニュースを読むキャスターさんに、他の人はニュース番組のスタッフさんになります。うん、で、キャスターに原稿がね、こうスッと差し込まれるのですが、大変。原稿に虫食いが。本当だ。そうなの。その虫食い部分に差し掛かるときに、番組スタッフさんからカンペが出ますので、うん、そちらを読み上げて最後まで読み切ってください。あ、そうですね。カンペ。ゲームが持ってくれてる。そう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 。なるほど。これによくディレクターさんとかね、こうやってカサッと巻いて巻いてくださいみたいな。そう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 。そうなんです。ただし、まあ、どんなに変なカンペが出ても、プロとして笑わずに読まないといけない。いや、これ笑うな。笑うなって言われると笑っちゃう現象だよな。確かに。そう。だし、あとね、噛んでもダメなんですよ。うん、笑ってもダメだし、噛んでもアウトということで、明らかに笑しいだろうみたいな。笑わなくても動揺して噛んだりしそうなんだよ。しそうなんだよ。で、そこでもね、こうどんな時でも対応力をつけるという、うん、そんな、ね、わいわいしたゲームになっております。はい、はいはい、どうする、誰キャストしよう、どうしようか。じゃあ、勝った人をキャストする。勝った人をキャストする。 OK、 一番目最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。おー、一番手だ。じゃあこれをね、アメも赤いな、あいうよ、練習してる、練習してる、頑張ります。アミューズボイスアクターズチャンネル。で、うん、これで見やすいようにちょっと一概がされて、うん、緊張してますね。緊張してますね。そうです緊張感あります。緊張感あります、非常に。はい、はい、じゃあちょっと一旦ね、泉が、はい、原稿をちょっと選んでいただいて、はい、先に我々がねちょっと、はい、何をするかもね。はい、じゃあこの辺ですよ、これ。はい、じゃちょっと楽にして、楽にして。うわ、ちょっとカタカナ多くない？あー、すごい。カタカナダメなんだけど。めっちゃカタカナ多くない？ビップロール、ビップロール、あ、これでね、できました。本当に意地悪なんだよ、マジで。あ、本当に、ちょっと分かりやすく、分かりやすく書いてくださいよ。そうね、そうだね、結構本当にいいかもしれない。あさあ、ということで、はい、みずみさん、今日ね、初主義だと思うんですけど、緊張しております。あ、もうニュースの時間が始まりました。あ、そうです。あ、そう、ではお願いいたします。はい、こちらです。では、いきます。3、2、1、どうぞ。ニュースの時間です。渋谷のスイーツカフェアミューボーミューボーミューボーキッチンは、夏にぴったりのひんやりスイーツ、酒場バスピスブリュレパフェを期間限定で販売します。酒場バスピスブリュレパフェはお芋ペーストと前田香織がソフトクリームと混ざり合い、暑い夏に口いっぱいに頬張りたくなるスイーツです。さらに、しっとりと焼いたプルプルプリンを一口サイズにカットしてたっぷりと乗せているので、香ばしい酒場バスピスの美味しさも味わえるフレッシャースな一品となります。ニュースの時間でした。素晴らしい、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 よく言えたね。酒場バスピスね、酒場バスピスすごいじゃね。ほんとごめん、わかんなさすぎて調べて、そう、なんかなんだっけみたいな、なんか中パンパスピスだったら、そこなんだっけ、サバカンパスピス、そうそう、最後デリ
T シャツ作りました。なかなか T シャツ綺麗だった。T シャツで来ないよ、出てこないから。そうね。坂湾バスケスグルメパフェ。でも一番前田香織がソフトクリームと混ざり合ってるところで。前田香織がソフトクリーム。一瞬想像しちゃって。あ、なんもなかったんですけど。なんとかにせいで。よかった。よかった。素晴らしい。見事クリアです。昇降してた。頑張る。結構頑張ったよね。協力プレイで今回頑張ったから。私これ出す側も難しいんですよ。そうなの、ね。今っていう。そう。タイミングとかもここならそうですね。そうだからね。スタッフさんの大変さが分かる。本当にそう。そうだね。はい、やばい。ニュースの時間です。ああやばいやばい。ニュースの時間です。ラリルレロリルレロだ。大丈夫そうですか。任せてください。はい。それではあーやばいですね。もうちょっとで事故が。あー気持ち悪い。それでは、よろしくお願いいたします。はい。5、4、3、2、1。それでは、ニュースの時間です。畑を荒らしたり、人を襲ったりするなど、野生の、被害が全国で相次ぐ中、長野県のある村では、琥珀、かっこ犬を放牧したところ、被害が激減したといいます。これまでは、タブリエを、これから行くんだよ今日。タブリエを半分以上荒らされることもありましたが、違う2番よ。じゃあ2番やって。琥珀を放牧するとその被害がほぼゼロになりました。琥珀は好奇心が強く、前田香里を見つけると見つめて引きずり回します。琥珀の飼い主を警戒して、前田香織は逃げていくという。よし、めっちゃ笑いました。よし、イエーイ。でもこちらの段取りがね、ちょっと失礼しました。だからこれは相談してるわ。でも内容は面白かったでしょ。内容は面白かった。そうなんだ。イエーイ。ちょっと飼い主を警戒して前田香織が逃げていくつながってるよね。個人的に一番好きなのは前田香織が琥珀犬に引きずり回される。一番いいよ。引きずり回される。引きずり回される。今日も引きずり回る。タブリーも今日これから行くから。タイムリーすぎて笑っちゃって。タブリーじゃられてるんで。やっと鉄壁のリーダーを。イエーイ。ちょっと不本意でしたね。内割れだったな。噛まなかったけど内割れだった。そうだね。噛まない完璧だったんだけど。ただ、ね、笑ってしまった。前田香織が前田香織出すのが面白い。私が私をね。いや、面白かった。やった。何が来るのかな。何が来るかな。なんか結構これ、なんか別の方、あれとかしてるから。考えるとセンスが問われるみたいな。別のゲームとかしてるから。お待たせしました。はい、じゃあ我々もなんか調校されてましたね。ちょっと難しくてやっぱニュースリンゴ結構ね難しかったし。そうなんだ。うわー。じゃあこちらをですね。あー、ニュースの時間が、もう9分の7時の時間がやばいです。船戸アナウンサー大丈夫そうでしょうか。え、大丈夫です。はい、あ、こちらも準備大丈夫そうでしょうか。はい、大丈夫です。各所 OK です。各所 OK です。決まりました。はい、それではチェックチェック OKOK、OK、いきます。5、4、3、2、1。それではニュースの時間です。今月10日、ドイツの工場から大量の呪術師が流出して、街が、アルファーファに包まれました。流出した量はおよそ1トンで、真冬の冷たいコンクリートの上ですぐに固まり、巨大な大谷翔平のようになったということです。固まった、呪術師は地元の消防隊によって、4番ですね、デコピンを使って取り除かれました。工場の関係者は、呪術師の需要が高まるクリスマス前だったら、チャーリーとチョコレート工場間違いなしだったと安堵の表情で話しました。かぶったな、一回。アルファアルファアルファってアルファファアルファハハ、これむずアルファなんだって。すごい、ちょっと残念。アルファハすごいカオスな文章で。どういうことだったんだよね。よかった。スピード感と緊迫感は良かったんだけど。そうなんだよね。
アルファ派が、アルファ派が、すごい呪術師全然平気だった。呪術師いけたね。呪術師いけるんだ。すごい。だって呪術師つけ。なんか最近のトレンドを抑えた。トレンド原稿だっけ。そうね。そうなのよ。素晴らしい。素晴らしいです。ありがとうございました。5年間使ってないスーツと5年、10年間使ってないパーティードレスを買ってた。やっと整いましたね。お待たせいたしました。お待たせしました。結構考えてたね。ちょっと一番言いづらいかも。ちょっと困っちゃうよ。やばいよ、考えてきた。そう、マジ？いろいろ考えた。ということで、そろそろ時間がございます。はい、でもニュースのアクインパクト始まっておりますので、いきますよ。はい、準備が整っておりますか。はい、前田アナウンサーが声がでかいですね。それでは始まります。3、2、1、GO。 あるものを食べることで寿命が5年伸びる可能性があると研究者が発表しました。それは炙りカルビです。定期的に食べることで脂肪やシャー大佐が体内から洗い流されることが判明したと。違う実験で炙りカルビを食べさせたシゲタラ殿は髪が少なく長生きする結果になりました。研究者は人間の寿命でいうとおよそ5年長くなることに相当する。昔のことわざ、健康はハゲジからで決まるに新たな側面を与えてくれる結果だと話しました。以上、ニュースのお時間でした。よく見て、よく見て、少佐、少佐大才です。シャ、シャー少佐か。シャー少佐、シャー大才は良くないね。言いやすいよ、言い換えちゃったよ。一回見えたけど、二回目アプリ、アプリカルビー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 。いやー、でもヒデタダ殿には、ヒデタダ殿もやだ。ヒデタダ殿よく、ヒデタダ殿はなんかいいな。すごい、なんとかいい。どのって本当にどのって、なもうヒデタダ殿どの。でもやっぱさすがだね、なんか声優同士だからさ、お互いがすごく言いにくいポイントわかって、嫌なものをね。いやー、素晴らしいです。ということで、じゃあね、ちょっと改めて勝者を決めていきたいんですけれども、はい。いや、でもね、個人的に、うん、なんか一番ポータル完成度高かったのは、泉君じゃないかなって。ちょっと笑うもね、こらえて、出たし、うん、まず、かまらなかったし、うん、多分、我々3人も意外と、結構、しちゃかちゃやられてた。やられてたよ。なんか、すごいゲラゲラ笑ってた。そうですね。ゲラゲラ笑ってたし、あとも左に連れて悪しげがこう。初手だったから、様子見ます。ちゃんとすごい素晴らしい一番ですね。ありがとうございます。ということで、演目とも笑わずに、そして噛まずに原稿を読めたのは泉のキャスターです。おめでとうございます。ありがとうございました。光栄でございます。素晴らしい。はい、ということで、いや今回のゲームなんかすごかったね。すごかったね。こっち側が大変だった。考えよ、考えよ、頭フル回転だって。そう、これ映像ではカットされてるんですけど、めちゃめちゃ調光してて、めっちゃ考えた。そう、めっちゃね、どうしたら面白くなるかっていうのも全力だったし、あと出す側の技術力もいるんだなって。そうね、完璧だよ。ここね、完璧、すごいし、本当に、いや面白かったですね。楽しかった、楽しかった。またできたらいいな。うん、はい、では今日の動画はここまでです。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、そしてコメントもお願いします。それではまたねー。